鎌田さん、小田切亜美とチューナーが一緒に帰宅している途中、設定だけ聞くと普通ですけどね。そうですね、単なる登下校ですからね。これどういうのがそんなあんま近づきすぎると注意しますからね、生活指導として。はい、じゃあお願いします。おーいチューナーくん、待って待って。はあ、やっと追いついた。もうチューナーくんってばずんずん行っちゃうんだもんさ。ん、用事なんてないよ。せっかく姿が見えたから一緒に帰りたいなってさ。ねえねえ、ちょっとさ、あみちゃんと寄り道デートしてこうよ。こんな美少女に誘われるなんて、この幸せもな。返事ははい、イエス、いやー、はあ、よーし決定。さあ行こ、チューナーくん。先輩命令なんだからね。あ、おらしい。これはおらしい。ニヤついてまいります。ニヤついてまいります。一周コースありましたね。一周コースありましたよ。なんかちょっと身長感も分かるのね。そうですね、ちょっと下の方から来るみたいな。実際にちょっと背伸びしてますし。そうね、分かりますね。あと普通に履いてる靴下がちょっと可愛いです。可愛いさあ続きまして亜美ちゃんかな。亜美ちゃん、あ、すごいいいですね。告白レクチャーというシチュエーションのショートストーリーです。いいですか。エンディングの時間を短くしますからね。わかりました。それぞれの感想を短めにまとめる準備しておいてくださいね。OK です。じゃあシチュエーション、亜美ちゃんが告白レクチャーという、ショートストーリーです。どうぞ。ジュナ君、なんか暇だしさ、ちょっと私に告白してみて。あー、何かなその顔は。気弱な君の来たるべき未来のために告白の仕方をレクチャーしてあげようって言ってるの。ほら、まずは私が見本を見せてあげるから。あのね、私と付き合ってみるっていうのはどうかな。今のは見本だから。あんね、次は君の番だよ、チューナーくん。よーし、素晴らしい。好きだよ。言いたくなる。ありがとう。再会したいよ。いいですよね。ちょっとなんかちょけて始まってんのに、なんか本当なんか嘘なんか分からへん感じで、そこに本音が混じってんじゃないかなみたいな感じ。うわー、高校行こうかな俺。